これより逆転裁判10周年記念特別法廷を開廷します。弁護側準備完了しております。検察側元用。皆さんなぜ疑問形なのですかな。いや、ここへ来たのこの招待状をもらったからなんですけど。これには同窓会って書いてあるんですよね。だからこれがそうなのでしょう。何しろ10周年ですからね。異議あり。同窓会はいいとして、なぜ会場がよりによって法廷なのだ。深く考えるなよ。また増えるぞ眉間のシワ。そもそもこの招待状、最初から怪しいとは思っていた。差出人の名前がない。差出人不明ってこと。これはそう、何かの罠。そう考えるのが妥当だろう。それはなんともミステリーの匂いがしますね。待った！皆さんお待たせしたっす。あ、糸の子刑事さん、久しぶりですね。なんだ、まだ下げられ足りないのか、貴様の給与。のっけからくらっときた。さすが三つ剣刑事っす。それで刑事どうかしましたかな。さっす、大変っす、事件っす。事件？この法廷の控え室で謎の殺人事件が起こったっす。ここに現場の写真があるっす。これが今回の殺人現場っす。事件の被害者はこの同窓会の主催者だったらしいっす。どうやら被害者はこの同窓会でいろいろ企んでいたみたいっすね。確かに必要以上にネタにまみれて死んでいるな。きっと事件の手がかりになるっす。例えばこのファイル、逆転裁判を知る制作スタッフの証言を集めた貴重な証拠品っす。さあみんなでやっぱり君の死の真相を解き明かせっす。逆転裁判か。なるほど、君との再会から10年、早いものだな。あの頃、10年経ってこんな感じになってるとは想像もつかなかったな。そうだよね、そもそも続編が出るなんて夢にも思わなかったし。続編があると知っていれば私もこの国に留まったかもしれん。ああ、死を選ぶだもんな。あれはちょっと早まったよな。こら、あんたたち事件に興味を持つっす。ほら、被害者は犯人の名前を書き残していたっすよ。とっても興味深いっす。やれやれ、相変わらず書かれてるな、迷いちゃんは。いやー、面目ない。なんていうか、容疑者代筆ってやつ。それでは始めましょうか。まずは、そう、このファイル、制作スタッフの証言聞いてみるとしましょう。